皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。はじめましての人ははじめまして、マリサだぜ。早速ダビスタ初メッツ。まずは6歳ヒンバレイとブルーマーです。ビクトリアマイルに使います。一花咲かせてくれや。ザタイガーは大阪杯から慶応杯へ。忙しい王者だな。エリアブラストもビクトリアマイルです。気象が課題。屋根はご存知豊かちゃんです。さて印はどうだ。エリアブラストワンチャンスあり。そんな印だったか。5番人気と9番人気よ。一発あるな。だから出馬票も6に眺めずに次へ押しちゃダメよ。すみませんでした。すみませんはひらがなで書け。出た出た。誰に微笑むのでしょうか。スタートしました。さあどちらも後ろからだ。東京は直線長いから OK。 さあサイアトの長い長い直線。京都銀行かな。ローカルネタやめろ。さあスリップストリーム。これは足が溜まってるぞ。馬群の後ろで物は異様だな。すみませんでした。12着、14着でした。ババ掃除だったわね。お次は大将のザタイガーです。頑張れ大将くん。ハム太郎かな。ワイはかなちゃん。黙れ、戦争を起こすな。指示はお任せで。メートル、コンディションはやや重。スタートしました。さあ、コースタート。ゴヤ G1 馬のスピード。適当な合図中つな。大外から押して18番、統計兵道。さあ小気味よく流れに乗って直線へ。16番。さあサイアトの直線。3番手から抜け出してこれるか。前は統計兵糧。ウプ主が札幌記念でぶち込んで飛んだ統計兵糧。やめろ。さあ抜け出す技。タイガーやりたいだけやろ。虎がごとく走り。これは安田記念に向けて視界よし。 G2 を食らう技タイガーです。専用実況いらんから。小馬審査ぐいやねん。それはやめろ。いやー表彰式は何度見てもいいわね。これには数をもにっこり。さてお次はこちらのコーナーです。気合入ってんねー。そりゃもう二頭出しだからね。ザ・タイガーの勢いに乗っていくぜ。やりたいだけやろ。さて栄光の空とスタンドボールをダービーに使います。スタンドボールは豊ちゃん。栄光の空はたけしです。継続騎乗でよろしく。ここで仕上げ切るわよ。スパルタ霊夢調教師。タイヤ式させてそう。モンゴルで修行させてそう。巻き場王かな。さあ頼むぞ。人気はどうだ。まあいいでしょう。何がいいだろうだ。相手は里のダイヤモンド、ウィンバリアシオン、ダノンプレミアムね。強いわね。さ、伏兵もなかなかに揃ってる印象だな。ほんそれ、栄光の空はお任せで、スタンドボールは差しでよろしく。馬券はおじさんよろしく。そいつはお任せにするな。さあ胸が高鳴ります。わわ、はあ、はあ、ぶ、へおこくな。超満員の東京競馬場、世代最強を決める。満充で満員の東京競馬場。しました。美味しそう。最高名誉日本ダービーが間もなくスタートです。スタートしました。さあスタートはまずまず。さあどうするたけし、豊ちゃん。まず何が行きますか。7番トラスト先頭を伺います。まずはたけしが前だな。豊ちゃんは後ろからね。8番コスモナインボー後位をキープ。10番タマモベストプレイ。レースも落ち着いているんじゃないか。前はトラストか。人気馬は中段あたりに固まったわね。 1000m は62秒ね。落ち着いたペースが悪くないんじゃないか。1番サウンズオブアース。最高峰は11番レーブミストラル。豊ちゃんも徐々に進出しているぞ。先頭は変わらずトラスト。後ろに9番エイコウノソラ。8番コスモナインボール後位をキープ。少し差が開いて10番タマモベストプレイ。
そのうち6番リオンリオン。お、たけしが前にいる。スローを見越したのか横山たけし。90年代のゴールデンならここで CM 入ってるぞ。さあ続きまして16番さあ栄光の空が先頭でサイアとの直線。私の夢栄光の空スタンドボール。みんな頑張れ頑張れ。栄光の空が出た。これはまさかの展開か。わずかに先頭はコスモナインボール。あ、しかし苦しい。400を切って先頭エイコンスタンドボール伸びきれるか。リオンリオン突っ込んでくる。4頭ほどが固まった状態。あと200伸びきれない。ここまでか。ダービー10度目くらいの挑戦も敗戦で終わりました。悔しいです。見せ場はあったわね。ウィンバリアシオン押し切ってゴール。勝ったのはウィンバリアシオン。スタンドボールは距離ですか。そうか。賞金、じゃなかった配当はゲットしました。G3 の賞金よりでかい。さて新馬デビューの時期がやってきました。もうそんな時期ですか。フレアインパルスの3区だな。これは思い入れもひとしお。さて最後はザタイガーです。安田記念だな。霊夢牧場5年筆頭頑張れ。マリサファームな、男塾みたいに言うな。さて2歳馬の名前をつけるわよ。マリサ、なんかない？ほなこれで。マリサビクトリー。悪くないじゃないの。いいわね。あ、ありがとうございます。なんかムズムズするな。さて安田記念です。レイトブルーマーとエリアブラストさんも緊急参戦決定です。どこの音楽イベントだよ。人気はアドマイヤマーズか。新種ボバだわね。走るっぽいよ。ザタイガーも大チャンスね。大チャンス打線だな。それ山下の大チャンな。エリアブラストもワンチャンスあるわね。もたもたすんな。長い歴史さあ誇り高きマイラーたちよ、拳で語り合おうぞ。競馬ですよこれ。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。スタートしました。さあスタート決めたぞ。ザタイガーいいぞ。エリアブラストも小気味よく先行。出た出た。これスタート出たのとまたこのワード使ってるよの出ました感を一言で伝えてんすよ。寒い解説どうも。暑いからね。後ろに6番トライアンフマーチ。昨年の最優秀4歳以上馬ザタイガーこの位置につけています。昨年の最優秀4歳馬頑張れ。今得た情報使うな。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内抑えて1番里のアラジン。35秒0で通過。小屋先行有利だろ。エリアブラストが堂々と先頭だ。お、こちらなのか。これを見るように外側12番マイネイサベル。16番ダノンキングリ。さあ竹豊とエリアブラストが先頭か。実はこっちだったりする。ザタイガーは進路を確保。前半でよろしく。さあサイアとの直線、みんな頑張れ。さあ正念場の直線エリアブラスト。まだ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 先頭エリアブラスト。しかしアドマイヤマーズ、その後アドマイヤマーズ。これをめがけて飛んでったぞ。怖い怖いザタイガーだ。先頭だ。あと200。まだ先頭はアドマイヤマーズ。うわーザタイガーだ。これと決めた時のザタイガーは怖い。よっしゃーシャオラ。これは嬉しい勝利でした。どんどんパッパフヤッポッコ、どんどんパッパフヤッポッコ。もうこれ G1 何勝目かわかんねえな。ダノンキングリー、アドマイヤマーズ、熾烈な2着争い。ザ・タイガー、5歳のボバです。父ブラック移動、母はキャノンボール。生産牧場、オーナーともに。名門マリサファーム。名門はまだかな、もうちょっとかな。態度がなんかしたぞ。お電話口にはマリサファームの霊夢さんにお越しいただいております。ややこしいな。霊夢さん、はい、強い勝ち方でしたね。はい、レース前の手応えはいかがでしたか。はい、勝てるかなと。もうちょっと喋りつなげてもらえませんか。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。
失って